はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカー、シャドウオブチェルノブイリ。続きやっていきます。地下エリアに入って、ここにあるというそのストロックの隠れ家を見つけるって聞いたな。 交代してった。ちゃんとね、セーブもこまめにやって。どっから撃ってきた？これ敵がどっから撃ってんのかわからない。おお、わからないっていうのが一番怖い。ただ回復系統のアイテムはたくさんあるから惜しまず。あ、なんか息切れの音が。とね、マジでね、一瞬で死ぬからね。オッケー。いやー、マジで怖え。だってね、ゲーム始めた時さ、これ最低難易度だからね、これ一応。おお、かなりの辛口難易度だよ。ちょっとこっちも見てこう。こんだけね、敵が強くて突然出てくるからね、かなり慎重に進まざるを得ないんだよね。ここにはいない。おお。ここのマップ情報は出せないのか。とりあえず進んでみよう。あ、ここ出れるんだ。さあ、降りたけど。わあ、ここ汚染がすごそう。あ、なんかいろいろ、お、ブレイブ多い。わ、高く売れる。おお。さあ、セーブと。いない敵。暗いな。うわ、メトロなんかよりとは また違ったホラー感だな。おっ、ちゃ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 、待って、敵の声じゃないか今の。はい。おう、とりあえずチョコレート食べたり。ちょっとね、体力が減っちゃったりしちゃったらね、何度も何度も応急使うのはもったいないんで、セーブをして寝る。はい。そう、これがいい。応急持ってんのはありがたい。
どう、敵がいた。オッケー、遠くの敵にはこれだな。声するけど。敵が負傷してんのか。なんて言ってるんですか。ミリタリーは倒すしかない。あ、声する。ここか、隠れ家っちゅうのは。誰もいない。また負傷してる敵の声だな。さあ情報を探ろう。こんな隠れが嫌だな。なんか拾った、バンディットジャケット。ちょっと今これ、あー、かなりダメージを受けてるし、取り替えて、ちょっと食べ物が多分ね、相当ね、重量を持ってるんだよな。食べ物食いまくろう。オッケー。たくさん食べた。で、これは、AKS か。なんか情報、それらしい情報は。この赤い光はよくわかんないけど。おっとっとっと、こっちは開かないのか。おや、これだ。ファングが死んだ。ゴーストより、あ、誰かのメッセージだね。脱出経路を見つけろ。そりゃこの先に確かはしごがあったから、そこからも早くこっから出たい。こういう不意打ちを食らうところは嫌だ。から脱出できるよ。結構遠くから負傷兵の。この辺の兵士をさ、プルトン回収とかできればお金になるんだけどな。ここから出れる。おっおっ、だ、敵だ。オッケー。おお、武器落ちてきた。まだ降りてきそう。
おい、来るなら来い。おっとっと。ここさらに上に上がれるけど、上には何もないか。待てよ、下に何かがあるのか。ここは？ちょっとここ放射能が。ガリガリ言ってるよ、ガイガーカウンター。負傷してんのはこいつらか。いただき。たとえ負傷してても敵はダメです。じゃあ脱出できるよね。おお、なになに、だだだだだだ、何かいる、何かいる。あれ、ここ出れねえの。ここだ。あれは第六感が戦うなと言っている。ああ、また負傷兵の声するんだけど。で、若干の重量オーバーだ。まあ、とりあえず、オッケーで。このゴーストの身に起きたことを調べろっていうのがあったんだけど。うん、俺はもう北に行ったって言ってんな。ゴーストを探せばストロックも見つかるかもしれない。で、このキャンプ一掃ってのは、終わったから報酬を受け取りに戻れと。で、あとは軍の資料も手に入れたから、盗むというかもう殲滅して手に入れたけど、これで北側の道を封鎖していたデューティーを多分追い払うことができる。だからじゃあ一旦戻るとするか。車ないかな、乗れる車。なさそうだな。ガイガ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 、有効的な人がいた。あ、ごめんなさい。武器を出した状態で、ね、話しかけるとね、たまにこんなことされる。これは欲しい。あ、プレイボーイなんていかが。オッケー。ある程度手持ちが軽くなったね、これで。待って、モシンナガン取られた。モシンナガン取られたんだけど。そうだ、武器持った状態で話しかけたら没収される。返して、モシンナガン。くっそ、取られた。買うか。ああ、もう早くシトロビッチのとこ帰ろう。多分もうここ敵うろついてないから。お、いや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 。
あれは誰？仲間ではなかったな。 ああ、いるじゃん。敵うろついてるじゃん。ちょっとこの武器で、わあ、はは。逃げよう。車あった。めっちゃ害かなってるけど。おっそ。待って、敵いるの？あれ、仲間ではないな。くそー、もう死んだか、没収された。痛えよ。倒れない。なんか武器没収しちゃうか。没収できそうなもん持ってないな。これは AK。 もうな、 AK な、弾もないし反動がすごいんだよな。ああ、戻ってきた。待て、え？こいつら敵か。アンティッドだ。時々仲間殺してるんじゃないかって焦るんだけど。ちょっとこの辺近く仲間いたから、武器売ってお金にしないとな。で、緑色になってんのが有効的な、より有効的な仲間だから、高く物を売りさばけると踏んだ。オッケー、6万持ってる。で、ここの左にデューティーが通せん坊してるんだけど、一旦報酬が欲しいからシドロビッチのとこ戻ろう。だんだん任務をこなす回数が増えるごとにもらえるものも豪華になりつつあるんで。あれ？今フレンドリーファイヤーしなかった？バンディット。あ、3人いる。もう一人いた？もう一人いるね。スピーディーに倒しちゃうに限るな。武器はお金になるから回収するぞ。回収。早いところ戻ろう。ファストトラベルできないのはしんどいな。 ポマギーチェ言ってるけど、これがね、なかなか帰れないというね。
お、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。俺こんなとこに投げた覚えないぞ。おい、キュキュキット。じゃねえよ、そこで渡していいのか。はい。おい、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 何してんの？燃えてる、燃えてる、燃えてる。一体どうしたというんだい？何事もなかったかのようにギターを弾き始めたけど、この人怪我してるわけじゃないのか。ああ、これ何度も物資はリスポーンするんだ。ここ前近づいて汚染がすごかったんだけど、実はね、こんなものがね、近づくと取れるんです。結構貴重な軍用応急キット、これはいいね。ちなみにね、放射能ダメージがすごくてね、放射能のダメージを上回る程度の体力のね、減少があるときに、もしも寝袋を使ってしまうと寝る前に死ぬというねことがあるので注意で、車で戻ろう。の前に、ここ有効 NPC がいるから、ボックス、もしなが持ってる、持ってるけど、武器はトレーダーであるシドロビッチから買おう。ゾーンではさ、場合によっては狂犬に殺されかけるから怖えわ。もうね、防護スーツがほぼお釈迦になってんだけど、戻ってきた。さあ撃っちゃおうね。そんじゃシドロビッチに会いに行って。ああ、着いた。しまった。キャンプをまだ一掃できてなかったのか、これ。じゃない、これ。やってもう一回シドロビッチのとこ来よう。で、お金がだいぶ貯まったから、なんか武器を買い揃えることにしよう。それじゃあ、今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。